インノケンティスモクトノフスキーは、ソビエト連邦の俳優、ソビエト俳優の王、と称せられた。1974年に、ソ連人民芸術家1990年に、社会主義労働英雄に選出された。スモクトノフスキー。弟のウラジーミル、オバトスモクトノフスキーは、ベラルーシの血を引く、農民夫婦のもとに、シベリアの寒村に生まれた。過去には、ポーランド人、 さらに貴族の家系と噂されたこともあったが、ベラルーシ人家系であり、貴族でもないとして彼自身がこの説を否定。第二次世界大戦中は、赤軍として戦地へ赴いた。1946年に、クラスのヤルスクの劇場に所属、後に、モスクワに居を移した。1957年、ゲオルギー・トフストのゴフに、レニングラードのボリッショイドラマ劇場に招かれると、 ドストエフスキー作、白地において、主人公ムイシュキン公爵を演じ、そのドラマティックな演技で観客を圧倒した。トルストイ作、皇帝ヒョードルイワノビチは、彼の演技力が最も活かされた、主演作品の一つであった。アナスタシア・ベルティンスカヤと共に、ハムレットを演じるスモクツノフスキー。1966年のソビエト連邦の切手。 スモクトノフスキーの映画初出演作は、ミハイル・ロンム監督のナイン・デイズ・イン・ワン・イヤーである。1964年、グリゴーリ・コージンツェフ監督の有名なシェイクスピア悲劇、ハムレット映画版に出演し、かつて同じ役を演じた、英俳優、ローレンス・オリビエがこれを絶賛。スモクトノフスキーは、レーニン賞を受賞した。オリビエによる、ハムレットこそが思考であるとみなされていた当時、 英国評論家さえもその多くがスモクトゥノフスキーによる演技を高く評価した。男らしい実直さと貴族のような繊細さ、優しさと辛辣な皮肉、嘲笑的態度と自己犠牲など、以前は相入れないとされていた概念を、その演技で見事に融合させ、完璧な英雄像を作り上げた。エルダー・リャザノフ監督の探偵物の風刺映画作品。 ビウェア・オブ・ザ・カーのユーリー・デ・ト・チキン役により彼の喜劇俳優としての才が開花、大衆に広く知られるようになった。他にも、チャイコフスキーのピョートル・イリーチ・チャイコフスキー役、アンドレイ・コンチャロフスキー監督による、チェイホフギ曲の映画版、バーニャ・ハクフさん役、アンドレイ・タルコフスキー監督作、鏡のナレーター、アナトリー・エフロス監督作、オンサーズ・デイ・アンド・ネバー・アゲインの老人、 アレクサンドル・プーシキンの劇をもとに作られたミハイル、シュビッツェル監督作、リトル・トラジェディーズのサリエリ役などを演じた。1990年、スモクトノフスキーは、ロシアの映画賞である、2カ賞の最優秀俳優賞を受賞。1994年8月3日水曜日、サナトリウムにて69歳で没した。1982年9月16日に新しく、 発見された小惑星の一つが彼にちなんで4926スモクツノフスキーと名付けられている。ありがとうございます。